ひまわりネットワークのゼロから始めるケーブルスマホ講座。こんにちは、ひまわりネットワークスマホ PC 教室講師のヨンです。今日はケーブルスマホを使って LINE の友達追加をやってみます。皆さん、 LINE は上手に使えるようになりましたか？お友達たくさん入ってると思いますけども、新しく友達になった人、 LINE の中に友達追加をしてあげなくちゃいけないですね。その方法を今日やります。さあ、まず最初に友達を追加するときはホームのボタンで入ります。ホームのボタンの右上、設定の隣ですね、人間マークにプラスがついている、これ人間を追加する、友達を追加するということですね。ここをタップします。そして追加する方法は3つありますが、一番簡単な、最近使われているのはこの QR コード、これを使ってやってみます。 QR コードをタップすると自動的に QR コードを読む画面になります。そして今回、自分ともう一人友達と一緒にやるわけですね。自分はここでまずこの MyQR コード、ここをタップして自分の LINE の QR コードを出します。そして相手の人に読み取ってもらうんですね。ではまず私の QR コードを読み取ってくれた相手の方のスマホの設定から始めます。まず相手の方は私のスマホの QR コードを読み取るとこのような画面になります。ここから追加をタップします。するとトークというふうになりますので、トークのところを押していつものようにスタンプか何か一つ送ってあげてください。次に QR コードを読み取ってもらった私の方の設定です。先ほど相手の方に QR コードを読み取ってもらったので、この画面をまず閉じます。×がありますから、まずここで×、 QR コード閉じました。そしてまだカメラがありますから、これももう一度閉じます。閉じました。で、今この友達追加の画面ですね、もう一つ戻りますよ。もう一つ戻ると今度はいつものホームの画面になりますね。先ほど相手の方は友達を追加してくれてスタンプを送ってくれてます。下のところを見るとどうでしょう、トークのところにマークがついてますね。相手の方からアクションがあったわけです。ここをタップすると、あ、来てますね。ここをタップして開きます。まずここで上の部分に全く知らない人、初めての人から連絡が来るとこのような通知になります。この時に友達になる場合は左側のこの追加をタップするわけですね。で、必ずこれはしてください。でも、今日は QR コードで読み取ってお互いに知ってる間なんですけども、全く知らない人からメッセージが届く時もあります。そんな時はここのところにこのような表示が出てきたら、真ん中のブロックをして拒否することもできるんですね。ここで追加、今回は追加します。追加を押してあげると友達になりましたというふうにここに表示されます。さあ、ここからお返事を送ってあげましょう。何でもいいですね。簡単にスタンプを送ってみます。これでつながった状態になりますね。なので必ず、友達追加、 QR コードを読み取るだけではダメなんですね。読み取った後に必ずお互いが許可したり、スタンプを送って追加したりすることで本当の友達になれたということになります。少し友達追加は難しいように感じますが、慣れてくるとできるようになります。ぜひ友達の輪を広げて皆さんと LINE のやり取りをしてみてください。